と韓国旅行に行きます。で、はスーを待ってます。イエーイ、楽しみすぎる。今回は HS の築地で3泊4日の旅行をするんやけど、韓国結構長くてさ、2023年10月なんですけど、今飛行機とホテルでバラで撮ろうと思ったら、飛行機だけで5万ぐらいして、でプラスアルファでホテルってなると結構高くなるなと思ったから、 HIS のパッケージでまるっと5万6000円ぐらいのプランで今から行きます。コロナになってから、コロナ入って初韓国、楽しみ。今回の目的は大量のショッピングと、あとちょっとネットショップをしたいなと思ってるので、それの仕入れをしようと思ってます。で、あと初の美容医療なのかな、分からへんけど、病院にも行ってなんかやってみようかなと思ったり、ちょっと本当に詰め込みまくりの3日間なので、めちゃくちゃ楽しみたいと思います。私がお金を持ってくるのを忘れたので、キャッシングをしました。カードでキャッシングできるって知らんかった。お金を下ろしてもうウォンを30万ウォンぐらいゲットしたので、3万円ぐらい。今から電車に乗って市内に行きます。市内には行く方法何個かあって、バスとか電車とかタクシーとかいろいろあるけど、電車が一番速くて安そうなので、電車に乗って1本でとりあえずソウル駅まで行って、ソウル駅で1個乗り換えて、ライン4やったかなに乗り換えて、ミョンドンに行きます。ミョンドンじゃないわ、降りるとこなんか違う名前やったな、チュンムラやったっけ、メモしたいんけど、あ、ありがとう、チュンムロ、うん、住所でもチュンムロって書いてる気がする。あ、1200円がエクスプレスで、500円はローカルやった気がする。です、ソウル駅までローカルとエクスプレスがあるっぽいんやけど、ゲットした？イエーイ、乗ろう。時間的にローカルの方が早く着くらしいので、50分ぐらいかけてソウル駅に行きます。あるって書いてあったかな。え、いい感じやん。グランドオープンって書いてる。これさ、日本やとさ、あのランを送るみたいな感じなのかな。うん。え、これじゃない？
え、なんかめっちゃおしゃれやし、なんか新しい、若干新しい匂いもする気がする。やったらいいかな。チェックイン、チェックイン、あーチェックイン、おーいいですね。おー This is your room number、uh-huh. and this is the pin number for this third one. Oh, yeah. Okay. So there's no card. Oh, right. And here's our information, the Wi-Fi number, the checkout time, something like that. Right. 上がります。ピカピカやで。6階。綺麗。素晴らしい。ピンコード覚えなのかな。めっちゃゴミやけど。ありがとう。ほうほう。六。めっちゃいい部屋。あ、着いた。おお、めっちゃいいやん。すごーい。ツインベッドに。おお、都会ですね。お風呂もめっちゃ綺麗。すごーい。綺麗そう。ここがめちゃくちゃいい家やな。洗濯機もあるし。確かに。すごい。すごい。住めるな、これは。あ、冷蔵庫やった。むっちゃでっかい冷蔵庫。下も冷蔵庫かな。謎やな。冷蔵庫。ホテルにチェックインできたので。両替しに行きます。で、ご飯ね。ジャージャー麺。お腹すいた。気温はそんなに寒いけど寒くない、凍えてないし、ね、長袖ぐらいな。パーカー長袖でちょうどいい感じ。半袖で歩いてる人もおった。いいですね。あ、もうこれが駅ですね。おお、いいね。レッツゴーとミョンドン。すごいな、ここに。スーのお父さんのおすすめの、はい、チーズ。頼めた。あと麺2つくるんやけど食べきれる？美味しそうすぎるけど。やばーい。これは何？
美味しい。ふらついて見てます。え、あるある、日本では売ってないデザインが売ってあるっていうコンバース厚底のやつがある。来ちゃったよ。ちょっとチラッとする、チラッと。ああいう T シャツもかわいいな。パッチつけて、めっちゃかわいいな。そんなことある？さすがに。これあれ、インスタでめっちゃ載ってた。それどんなやつ？コラージュ300円。すごい、なんかいっぱいつけれんね。韓国っぽい、一番韓国っぽいのは何？ひよことか。いや、全部同じなんかな。あ、違うわ、なんかタイトル違うな。プレミアム高価格とプレミアム、ミリオレ APM、 そこで仕入れ
番初めはニューニューに行きたいのでもうちょっと歩きます。この辺かな、この通りかな。あ、素晴らしい、イエーイ。ナマステっていう匂いした。ポジティブバイブスの匂いするかな。打ち上がりそうな感じはする。食べよっか、これ終わったらなあ。では、いざ出発、イエーイ。仕入れの戦いへ。いざ出発、イエーイ。仕入れたかったデニムがなかなかない問題。でした。